シビックのチューニングの可能性をバトルでテスト。チューニングレベルの違う3台が国産最速軍団相手にどこまでいけるか究極決戦だ。シビック軍団1台目はニューシビック、タイヤを S タイヤに変えて再エントリー。今度の相手は半端じゃないぜ。天禄王者の名にかけてバトルに挑む。2台目は100万チューンシビック。この金額になるとダンパー、スプリング、タイヤはもちろんフルブッシュ化、そして目玉ともいえる 1.8 リッターキットも組めてしまう、ほぼフルチューン仕様だ。そして最後は200万円チューンシビック。この車で目につくのはカーボンボンネット、ポメックのバッテリーなどの軽量化パーツ。それ以外は100万チューンと変わらないように見えるが、エンジンはカムまで手が入れられ、バルブ周りもリファイン、 N1 マシン上のチューニングレベルに達している。最速軍団のエントリー1台目は S14 シルビア。 FR2 リッターターボとくれば天禄クラスを卒業したやつらにはバッチリ。価格で考えると100万シビックがライバルだ。続いて RX7。 車が大きく重くなっていった中で、早くから軽量化などに取り組んでいたのがこの車。ライバルはズバリ200万シビックだ。世界の FR の中でも最速の部類に入るスープラ、シビックなんぞ相手に負けられない車なのだ。そして R33GTR、 足回りの変更、タイヤのサイズアップなど走りに手を加えた KOS 仕様でエントリー。もちろん勝つのが使命だ。グリッドはチューニング費用を含めた価格が安い順番に並べた。さあ究極決戦5ラップ、いよいよスタート。ロケットスタートを決めたのはドリドリ200万シビックと中谷 GTR、 早くも2番手争い。スタートをドリドリ200万シビックからリプレイ。さすが1800シビック。カツラ RX7 ドリドリシビックに立ち上がりで抜かれる。 K1 シビック速いっす。早くもトップに立ったドリドリシビック。 GTR はまだ前に出られない。スタート失敗のハラスープラ、何やってんの。ハラスープラはシルビアをやっとパス、6位浮上。なんだよ、新参者はお手柔らかに釣ったばっかりなのに、もうこれかよ。GTR にパスされたものの、食らいついて離れない多い新型シビック、恐ろしいポテンシャルだ。早い早い。完全独走体制のドリドリ号、中谷 GTR も上がってきたぞ。 RX7 スープラとほぼ同じラップで周回している服部シビック、順調に周回をこなすドリドリシビック。中谷 GTR 差を詰められない。一方後ろではハラスープラが徐々に服部シビックとの差を詰めてきた。まあもう4が上がっちゃったよ。ちょっとずつ離れる。待ってよか。インを開ける服部シビック、何か秘策でもあるのか。ありがとう。しかし服部シビックスープラ相手に大健闘。あ、シビック早いね。ストレート普通に乗るんだったらもうこのチューニングで十分。おっとドリドリ、トラブルでリタイアかと思いきや、なんと GTR を待つこの余裕。負けません。
全然早い、全然早い。負けてない、どこでも負けてない。コーナーなんか全然シビックの方が早い。いただき、いただき、いただき。いただき、いただき。ほら、いただき、いただき。負けてない、負けてない。あ、140度近くなっちゃう。GTR で速いの、それ。このハンドリング。バトルは残り2周、またしてもドリドリぶっちぎり体勢だ。いくらねシビックに100万かけようが200万かけようがこういうことはできないでしょうだ。ホットバージョンだよな。ホットバージョンってやっぱ壊れなきゃいけねえよ。今度こそぶっちぎりと思っていたらまたしてもスローダウン。しかしバトルはファイナルラップへ突入。さあシビック対 GTR の戦いを見てみたいと思います。どこまで立ち向かえるのかね。もうついてくよ。コーナリングスピードもそんな変わんないですね。さあ勝負はバックストレートと最終のみ。ここから本当に届くの？コーナーで差を詰めるドリドリシビック。しかし届かない。結果はご覧の通り。200万シビックはもちろんだが新型50万チューンの活躍が光った。